こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。ポイント柄の帯、お腹周りうまく柄が出せないなという方いらっしゃいませんか？本日はお腹周りの柄を持ってきたいところに持ってくるコツについて解説をしていきたいと思います。では早速名古屋帯結びながら解説していきますね。今日私が締める帯はこういう風にお腹のところに刺繍が入っている帯になります。こういう風に刺繍が入っている帯っていうのは、背中を回した時に触れば柄のところがね、どういうところなのかっていうのは手でね、感じることができるんですけれども、染め帯とかっていうのは柄を手で感じることはできないので、そういった方はね、クリップをこうやって一つそのポイント柄のところにつけておいていただくといいんじゃないかなって思います。今日私は手で触ったらわかるんですけれども、解説するために、柄のところにね、クリップをつけておきたいと思います。通常ね、クリップは両トップバストにつけるんですけれども、もしね3つある方は1個つけて、こちらにもクリップをつけいただければと思いますけれども、2個しかないという方も、ね、いらっしゃると思うので、今日はその場合はこの右側だけクリップをつけておきたいと思います。では早速結んでいきますね。ポイント柄、名古屋帯で染め帯だったりとかっていうのは、ポイント柄ね、の帯結構多いんじゃないかなと思います。季節のね、柄の帯とかっていうのもね、素敵ですよね。で、この時はだいたい手先の長さがどのくらい取ればいいのかなというのは、左のトップバストあたりにこうやって帯を突き当てて、だいたい膝下からふくらはぎ中心ぐらいにね、取っていただきます。で、この時はこのクリップの位置ね、なんとなくこのくらいかなっていうふうに意識しながら、まずね、体に巻いていきましょう。で、通常だったらここね、止めるクリップありますけれども、今日はないので、このまま進んでいきます。しごきます。はい、で、体に帯を巻きつけていきます。今ちょうど私、体の中心よりちょっと右側に柄が来ています。これで帯をね、ちょっとこうやってギュってしごいてあげると、ちょっと柄がね、こちら側に今ちょっとずれてきたんですけれども、今だいたい中心よりちょっと右に柄が来ているので、この触った時のこの柄っていうのは対角線上に出ます。今私ここの体の前でお太鼓を作るから、前結びなんですけれども、この場合右側に柄があると、こうやって帯を回した時に左の前に対角線上で出てきます。逆に左の方の腰にあると、帯を回した時に通常正常の位置に来た時に、お腹の前の柄っていうのは右側に来ますね。今ちょうど中心寄りだから、お腹の前に来た時にはちょうどこの辺に柄が来るということになりますね。で、こっから先は好みのね、お話になってくるんですけれども、どちらかに寄せたいという方がね、多いなっていうふうに思います。好みなのでどちらでもいいんですが、真ん中に来るとすごくね、パッてかっこいいんですけれども、ちょうど帯締めの結び目とこう被っちゃったりしたりね、することも多いんですよね。あとは柄の大きさとかにもよると思うんですけれども、割とどちらかにずらす方というのが多いかなと思います。私の場合ちょっとね、どちらかにずらしたいなって思うんですけれども、今の状態だとちょっと中心寄りなので、もう気持ちね、中心がずれるように今ちょっと帯をね、回してみました。帯が長めの方っていうのは、こちら側にね、柄が来て、ちょうどご自身の右側にね、柄が出てくることも多いと思うんですけれども、だいたい一般的には帯の長さにもよりますけれども、右腰に来て回したら左前に来るという方がね、多いんじゃないかなって思います。はい、で、今私中心よりちょっとね、右側に来ているので、もうちょっと調整しますね。このぐらいで良さそうかな。帯をしごいていきますね。はい、なので一巻き目っていうのは、もちろんギューって体に沿わせていくんですけれども、二巻き巻いた後からちょっと調整しながらね、どっちがいいかな、ちょっとくるっと回したり、こっちかなっていう風にちょいちょいこうね、回していただいて調整していただくとよろしいかと思います。で、このね、柄、私は刺繍だからこうやって手で触って確認ができますけれども、染め帯のポイントっていう場合は手で触っても確認できないから、このクリップっていうのがね、大きな仕事を果たしてくれますね。今終わったので
左のトップバストに戻しておきます。では続きまして帯を結んでいきますね。でここから先は通常ねご説明している、名古屋帯の結び方と変わらないんですけれども、実際、回した時にどういう風に出てくるのかっていうね、最後の、実証というかお見せするところまで行きたいなと思うので、帯をこのまま結んでいきたいと思います。ちょっとこの辺サクサク結んでいきますね。よいしょ。名古屋帯の場合ほとんど割とまあ前通のね折りの前通の帯も多いと思うんですけれども、まあ染めのポイント柄のね帯がね割と多いかなって思います。あといただき物とかもね染め帯のポイント柄のもの多いんじゃないかなって思うんですよね。私も祖母とかおばの帯っていうのは割と染め帯でポイント柄のものがね多かったように思います。ちょっとここ左側ちょっと痛かったので外しておきましょう。今日ね私はお腹と背中ね両方とも刺繍がでポイントが入っているね、オリジナルの帯を締めています。よいしょ。仮紐を当てて中に入れていってタレの長さを決めますね。よいしょ。で後ろで結んで仮紐を強く結んでいきます。今日ね私縦ぼかしの薄いグレーの2色ぼかしの着物を着ていて、で帯はちょっとね中濃度まあ濃いめのねグレーを締めています。で帯揚げはちょっとねポイントの色を効かせてこう赤紫みたいなね紅赤の色のね帯揚げを合わせています。でそこ私コーディネートは引き算が好きだから帯締めもライトグレーにして帯揚げをねより引き立たせるようにしています。前で結ぶとお太鼓の形は見えますけれども、お腹の柄に来るところってちょっとうまく分かんなかったりしますよね。通常のように後ろ結びの方っていうのはお太鼓のところをねうまく見ることができないですよね。それってもうどちらがいいとかっていうことよりかはどちらでね、ご自身が結ぶかということですけれども、それぞれやっぱり一長一短ある、まあ、物事は表裏一体だなというふうに思います。よいしょ。はい、太鼓ね後ろ確認しました。はい、皆さんどうでしょう。私ちょうど狙ったところに柄を出すことができました。気分がいいですね。それはなぜ狙ったところに出すことができるのかっていうのは、2巻き目した時に手でどこに柄が来ているのかというのを触って確認をしながら、場所を決めているからです。左側にね柄を出したい時は対角線上に柄が出ますよということで私申し上げたと思うんですけども、ちょうどね右腰のところに、柄が来るようにしていたので、ちょうど今左の前に柄が来ています。で逆に右側に出したい時には左腰にね柄が来るようにしていただくと出るということになりますね。あと真ん中に出したい場合は真ん中にね、まあ、それはそんなに迷わなくてもいいと思うんですけれども、まあ、ポイントとしては染め帯は私は今日は刺繍だから手で触ればわかるんですけれども、やっぱり染め帯とかだったらわかんないじゃないですか。なのでそういった場合はクリップの力を借りていただければなって思います。ちょっとね調整しながら結んでいただくと出したいところに本当にねうまく出すことができます。調整ねめんどくさいかもしれませんけれども、対角線上だからこっちにこう来るとこっちにこう出るということをねちょっと考えていただきながら帯のねお腹の前に出る柄というのを考えていただいたらいいんじゃないかなって思います。先ほども少し簡単にお話ししましたけれども、帯のね手がねちょっと短いとか装着がねあんまり長くないという場合は基本的に左の方に柄が出る上がりになってくると思います。つまりお太鼓をね形で体の前で作る時には、お腹の前の柄がちょうど右腰に来るところっていうのに、まあ基本的には帯ってそんなにねわざと長く折ったりとかもすることはないので、右腰に来てで体の前に回したら左側に来るというのが、まあ
まあ、割と多いんじゃないかなと思います。帯がねものすごく長かったりとかっていうと、左腰に来て帯を回したら右側に柄が来るというのもねあるとは思いますけれども、それはね帯が長くないとねちょっとできないことになるので、左側に持ってきたい、でも帯の長さが足りないっていう方の場合は、あ、この帯は左側に、あの帯をね回した時にちょうど来た時に、あ、左側に柄が来る帯なんだなというふうに思っていただければなって思います。出したいところにね柄が出ると嬉しくなりますよね。本日の動画お役立ていただければ嬉しいなって思います。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと嬉しいです。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。